ザ・ルーシー賞は1962年から1968年にかけてアメリカの CBS で放映されたテレビ番組である。日本ではルーシー賞のタイトルで1963年5月4日から1966年10月1日まで4シリーズにわたって TBS 系列で放映された。三協の一社提供だが土曜二十字枠時代は複数社提供。 CS スーパーチャンネルで2001年7月から2003年にかけて放送されていた。ヤフー動画で2007年7月から2008年1月までの間、日本語吹き替え版の30話が配信された。コネチカット集団フィールドに住む二人の息子を持つ家父、ルーシーと彼女が部屋を貸している友人のビビアンとその息子シャーマンたちを中心にした物語を描く。 ザルーシー賞の第一シーズン、第二シーズンのメインキャスト。ジミー・ギャレット、キャンディ・ムーア、ルシル・ボール、ビビアン・バンス、ラルフ・ハート・ルーシー・カー・マイケル・エン、ルシル・ボール、吹き替え、高橋和江・和ズ新読版、アメラン・サキコ本作の主人公でカフ。ダンフィールドで、ビビアンと同居していたが、カリフォルニアに引っ越してからは、ムーニーの秘書として銀行で働くようになる。 いつも何かあればとんでもない行動をするトラブルメーカーでムーニーをたびたび困らせている。クリス・エン、キャンディ・ムーア、吹き替え、池田雅子ルーシーの娘ジェリー・エン、ジミー・ギャレット、吹き替え、清水・マリ・ルーシーの息子、ビビアン・エン、ビビアン・バンス、吹き替え、林雄子ルーシーの友人。夫とは離婚し、シャーマンを連れて、ルーシーから部屋を借りている。シャーマン・エン、ラルフ・ハート、 吹き替え、大山信代ビビアンの息子。メリージェーン・エン、メリージェーン・クローフト、吹き替え、不明、新読版、沢田敏子・ルーシーの友達。かなりさっぱりした、自己中心的な性格白尺夫人、エン、アン・サザーン、吹き替え、昔は、お金持ちで今は貧乏な気ぐらいの高い白尺夫人、セオドア・ジェームー・ニーエン、ゲール・ゴードン、吹き替え、笠間健次・ユキオ・ウツミ・ケンジ、深読版、 広瀬セ・史ルーシーを秘書として雇っている銀行の副藤取り。何かとトラブルを起こすルーシーに困り果てており、怒りっぽいが、実は、共済化。いずれも日本時間。第1シリーズ、第2シリーズ、第3シリーズ、第4シリーズこの番組には、脚本が書かれたものの、撮影までには至らなかった回がある。第1シーズンに組み込まれるはずだったルーシービブ・ファイト・オーバー・ハリーと、 第2シーズンに組み込まれるはずだったルーシー・イーズ、エーガール・フライデーとルーシー・プレイズ・バスケット・ボール、いう回はいずれも制作上の問題が多すぎて撮影までには至らなかった。これらの回の詳細は北米版 DVD の第1シーズン及び第2シーズン収録分に含まれている。ありがとうございます。